자. 그래서 오늘은 네. 우리는 돈지냉면을 먹어볼 거예요. 나한테 뭐가 있대? 皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。今日はなんか、はい、えんぐり、え、どういうこと、えんぐりたるじゃないよ。あ、そういうえんぐるな、うん、なんかまた俺怒ってるかなと思ってえんぐりかな。はい、それでは今日はなんかね、お気づきの通り木パンデビューします。で、やっぱり寄せ、はい、なりたててじぎとはごいじ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 りわっち、うん、くれそちょっと年明にてんぎどろくや。ゆかは、ね、あの夏は1日1食は냉면食べるんですね。진짜그랬어요。그래서그정도로제가냉면을사랑하는데。なんか日本人はすごい好きですね。そう、우리가족도그렇고친구들도그렇고。なんで好きなの？일본사람입맛에맞는것같아요。내주위에서。あと、そうそう、この質問多いと思う。うん、日本と냉면と、うん、韓国の냉면はどういう、うん、違うんですか？달라요？달라요。일본냉면은일단、はい、면이두껍고、うん、고무같은느낌？그래서그거를좋아하는사람도있는데、うんうんうん、근데제주위에는한국냉면이더괜찮다하는사람들이많아요。저도그렇고。자、네、그래서오늘은、네、우리는돈지냉면을먹어볼거예요。뭐가요때아니고돈지냉면。돈지냉면잖아요저낙하마네저요치라는낙하마네둥지났다둥지났다여러칸나갔다는이런거지나둥지때됐다이야やっぱ네낙하마強いですね까지한4년을이걸먹었는데유카지금까지돈지냉면인줄알았대물냉두개랑비빔냉두개다마고계랑도삶아서먹도록하겠습니다。그러면우리준비할까요？せーの。はい、はい、できました。一応2つそうです。4人前作りました。はい、じゃん。これがムルネンで、これがビーメン、ビビン냉면、그리고삶은계란도넣었고요。あの普通の店行ったら、うん、絶対少ないからね。そう、うん、量が少ないし、リュカは絶対足りないってうるさいからいつも私の持っていくからね。そう、だからそれがいつも腹立つだって。だから、ね、たくさん作ってみます。はい。그러면먹어볼까요？はい。塗り？はい。いきまーす。先にムルネンから切って、次ビネン切った方がね。そうだね。わー、すごいすごい。お花だ、お花。おーしゃ。じゃあ、OK。はい。じゃあ、잘먹겠습니다。いただきまーす。はい、いただきまーす。ゆかはムルネンとビネンどっちが好き？私ね、去年まではね、はい、ムルネンが好きだったの。ムルネンダントツで、うんうんうん、でもちょっとビネンに惹かれてるの最近。うーん、どっちも好き。でもすんちゃんは？私はムルネンかな。あ、真っ、うん、へえ、辛いのダメ食べていいの？いいよ、はい、너무맛있다。진짜너무맛있어。이마조명이이제많잖아。응응、그래서좀더웠거든요。응응、근데지금딱이시원함이몸에들어가니까、응、너무좋다。진짜더울땐이만한음식도없어요。또우지라와、응、물냉作る時、응、水入れなくて、氷だけで。これだけで。で、あと氷がだんだん溶けてきたら美味しくなるよって感じね。これね、卵のこのノルンジャ、これをいろきいろき。そう、潰してた。韓国사람은알겠지만요。美味しすぎる。食べる時が一番幸せ。ゆかはね。진짜맛있어。너무맛있어。안매워？辛くない？매운데맛있지。순ちゃんは냉면での思い出はありますか？なんでそんなきつい質問して。韓国は冷麺専門店が多いんです。そういうとこ。普通さ、なんか小吉、お肉屋さん？うん。に냉면サイドメニューである場合が多いじゃん。肉と一緒にこうやって。食べたらめっちゃ美味しいから、絶対肉屋さんには冷麺があるからね。
交換してみる？え、もうないじゃん、うん、やだーすごいすごい、ちょっと交換しよう。止まらないよね、やっぱ。いきま、いただきます。辛っ。あとレモンは、うん、麺が大事だから、うんうん、絶対書いてる3分のその時間を守った方がいい、うん、なるほど。ちょっとだけ4分だったらめっちゃ美味しく なくな、なんかまずくなるからね。美味しい。なんかやっぱどっちも違う魅力。なんかいつもムルネン食べたら、いややっぱムルネンだよねってなって、ビビンネン食べたら、いややっぱビビンネンだよねってなる。しんちゃんはいつもあのゆかの残りだけ食べるからね。ゆかがビネン食べてさ、私ムルネン頼んだら、ムルネン食べてるじゃん。でもなんかちょっとちょうだいって話になって、それムルネンずっと食べてさ、絶対いますよね。辛い。美味しいやろ。うん、飲まれたよ。超美味しいね、最後。なんかなんかいいね。なんか青い空ぐらいでいいね。なんかうちらはあんまり食べれないけどね、量。うん、量がね、うん、量はね、ちょっとまあでもこの4人分は4人分じゃないよね、うん、そう、2人分みたいな4人分ですので。だから私たちはたまにもっぱんやるけど、こう量で勝負じゃなくて、本当に美味しくておすすめなものを教えたいの。うん、次も最後のこれが美味しいからね。なんかチェジュ島では冷麺の専門店とかそういうのあんまり多くないんだけど、うん、ソウルに比べると。でもおすすめなのはトギッポーのハヌプラザ。あ、ハヌプラザの냉면맛있어요。그래서、うん、그리고혹시여러분도냉면맛집、うん、하시는거있으면은제주에사시는분들맞아우리한테알려주세요、응、아完成です。食べました。はい、それでは完食しました。どうでしたか。もう間違いない。サウナ終わった後の気持ちですね。すっきりするね。いい食事。はい、簡単だし美味しいしいいと思います。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイートのフォローとチャンネル登録もお願いします。부탁드립니다。우리는다음영상에서봐요。バイバーイ。안녕。よいしょ。